はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラレジェンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、防衛をやっていきたいと思います。今日の夜に、攻められるんだよね。で、一気に2箇所とか攻められることがあるじゃないですか。で、できることならば、何も手をつけずに、自動で守ってくれる要塞を作りたいと思ったんだよね。で、一応作ってみました。こんな感じですね。矢の塔を、まず内側に全部囲むんだよね。で、そして壁を作って、さらに壁の外に矢の塔を、全体にする。で、また壁。だね。この壁と矢の塔を二重にして、で、さらに外側に、アイストラップ。そして、この遠距離武器を無効化するやつ。名前なんだったっけ？防御の塔だ。防御の塔。うん。これを交互に配置してるんだよね。なので、遠くから、岩とか投げられたとしても、防御の塔で防御する。で、近接のやつが近づいてきても、このアイストラップで捕獲して、で、こっから出てくる矢で、じわじわと倒していくっていう感じですね。これだったらば、多分、攻められても無傷で済むんじゃないかなと思います。いや、わかんないけどね。実際は。ちょっと今日、どんな感じなのか見てみましょう。これが完成すればマジで楽だよ。でね、内側なんですけども、株メリーは置いてます。と、あとこれ、距離が長くなるやつ。うん、それは置いてるんだけども、あと一つ、名前なんだったっけ？これか、バトルドラム。これはまだね、置いてないんだよね。ちょっと石が足りなくって、置けなかったんだけども、多分発射速度が上がらなくてもいいかな。まあ、とりあえず、レッドストーン200個持てるようになったらば、残りね、それを2箇所に置けば完璧だよね。うん、まあまあ、とりあえず夜になるのを待ちましょう。どんな感じになる？それでは夜になりました。4分間ですね。4分ちょい。何も手を出さないようにします。俺は。ただ見とくだけ。どんな感じになる？よし。来たね、とりあえず。まあ、雑魚なんかは、うん、全然この矢の塔だけでいけるみたいだね。うん。まだそのトラップとかが出る幕は全然ない。余裕で倒してる。OKOK。でもまだ来る、まだ来る。あっち？まだ全然、あ、来た来た来た。で、あ、でもまだ全然雑魚だね。こういう雑魚たちは、うん、トラップに引っかかることすらなく、倒せるね。俺の出る幕は全くない。うん、こっちも同じくだな。こっちも同じく俺の出る幕は全くなし。ちょっと強めのやつが来てほしいんだよね。ちょっと強いやつか、足の速いやつが来てくれたら、どんな感じかっていうのがわかるんだけどね。うん、まあ、とりあえず雑魚は余裕です。あ、あっち来た。うん、いや、また雑魚だな。雑魚しか来んな。お、ちょっと HP の高いやつも出てきましたけども、いや、寄る前に倒せるか？うん、あいつぐらいだったら全然寄ってこれないね。近寄りさえもできない。あ、なるほど。これ、発射速度が上がるやつを、さらにつけちゃうと、これ間違いなく何もせずに勝てるわ。あ、こっちも全然余裕余裕。トラップが発動することがない。そんなに楽？多分もうちょっと強いやつがね。あ、出るようになれば
いやいや、あっちも余裕だ。さすがにきつくはなるかもしれないけども、もういやいや、これは余裕だぞ。うん、あ、これでもう完璧かもしんない。あ、あれは遠距離撃ってくるやつだ。あ、でもいやいや、寄ることすらできん。うん、あと遠距離のね、あのグレネードランチャー撃ってくるやつは確かに攻撃力はあるけども、まだまだ、あ、あ、ちょっと待って、あいつあそこのアイストラップから壊しやがる。チックショー、なるほどね、アイストラップの場所があそこ悪いか。やばい、あれ壊されるわ。あー、ちょっと、でもここね、塀の外に置いてもね、まあ置いとけ壊されるのもなんか嫌だ。あ、壊された。そうかそうか、防御の塔でも防御しきれないか。なるほどね。これちょっと遠距離の敵をちょっとどうするかだな。残りのピグリンたちを排除しましょう。ちょっとあいつが鬱陶しいね。まあアイストラップがちょっと遠目にあったからっていうのが原因かな。うん、ここにあったのが悪かったね。他のやつは結構手前の方に置いてるんで、影響を受けなかったんだけども、あまり遠くにいるとこの矢の射程圏外からあのグレネードランチャーを撃ってくるのでダメですね。なるほどなるほど。このアイスラップは基本的に、近くに立てるべきなんだな。うん、でも本当に何もせずにいけた。全然余裕だな。はい、ということで今日は防衛をやってみました。うん、これは完璧だな。この矢の塔を作って壁を作って、でさらに矢の塔と壁を作る、この二重構造が間違いない。でこの、アイストラップか、これは極力、壁の近くに立てるべきだね。あまり遠すぎると遠距離のやつで壊されてしまうので、できるだけ壁に近づけて、うん、やった方がいいね。で防御の塔もまあうまいこと配置すればいいか。いや、むしろアイストラップは結構遠め、モブが湧くとこあたりに置いて、いやいや、よくないよくない、それじゃない。うん、やっぱこの近場に置くっていうのが一番ベストですね。はい、まあちょっとね、見栄えはいまいちかもしれないけども、この二重構造、これさえあれば防衛せずに守ってくれます。これはかなりいいので、うん、やってみてください。ただちょっとこれ作るの、今これ2箇所目作ったんだけども時間かかります。うん、素材を集めてきたりとかしなきゃいけないので時間はかかるんだけども、まあ後々楽になりますので、ぜひこれやってみてください。かなり完璧だと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。